こんにちは、インドカレー主婦です。今日は久々に本気を出してインドのカレーを作ろうと思います。と言ってもそんなに難しいカレーではないんですが、作ると夫が喜びます。どうやらとっても美味しいらしいです。その名はブナマトン。ブナというヒンディー語を日本語に訳すとローストしたという意味になります。そうなんです、今回のマトンはマリネも不要で、まずは油で玉ねぎと一緒にこんがりローストしてからスパイスで味付けしていくんです。というわけで玉ねぎをスライスしています。骨付きマトン約 500g を使って約2人分を作るのに、小さい玉ねぎだったので3つほど使います。フライドオニオンのように炒めるので、みじん切りでなくても大丈夫なんです。次はニンニク、1ホール丸々入れちゃおうかなと考えた末に、動画撮影だったので控えめに7個ほどにしました。夫も私もニンニク好きなので、圧力鍋で調理する場合はみじん切りせず包丁で軽く潰して、このまま一緒に炒めると調理が楽ですし、食べた時にニンニクが出てくるとちょっと嬉しい気持ちになるので、このようにしています。生姜は少々すりおろしておきます。マトンは冷凍で売られているものを冷蔵庫で解凍して使っているので、一旦洗ってしっかりと水気を拭いて臭みを抑えています。スパイスも最初に用意しておくと調理が簡単です。今回使うホールスパイスはベイリーフ2枚にブラックカルダモン2つ、メース2つにクローブを4つほど入れます。クミンシード使わないんだと思った方も多いかもしれません。今回のスパイスの決め手はこのブラックペッパーです。しかもホールで使わずその場で挽きます。その方が香り豊かで辛みが強調され、主張の強い味わいになるんですよね。量は小さじ1弱くらいでしょうか。あともう少し使う材料がありますが、作りながらご紹介しますね。ここまでささっと準備ができればあとは炒めるだけなので、インドカレーって難しくないですよね。今回のレシピでは圧力鍋を使います。油は大さじ4から5と、玉ねぎのためにいつもより多めに入れます。油が温まったら準備したホールスパイスを加えます。軽くかき混ぜたら、粒のままのニンニクと青唐辛子をカットせずそのまま加え、中火で約1分炒めます。あまり火力が強いと青唐辛子が破裂するので気をつけてくださいね。次に大量にカットした玉ねぎも一度に加えて炒めます。玉ねぎをどのくらいの時間炒めるかというと、玉ねぎが良い感じに焦げ始めてくるまでです。目安としてお伝えすると、我が家の圧力鍋ですとだいたい5分ほど中火で炒めています。玉ねぎがこのようにローストされてきたら、次にマトンを入れます。マトンもしっかり美味しそうな焦げ目がつくように炒めていきますよ。いつものようにスパイスとヨーグルトでマリネしなくても美味しいマトンになります。マトンに焦げ目がつき始めたところで、すりおろした生姜を加えます。寒い冬に作るときは体が温まるので、生姜を多めにしたりもします。一旦全体になじませたら、次にプレーンヨーグルト大さじ4、先ほど挽いたブラックペッパー全量とパウダースパイスを加えます。使うパウダースパイスは結構シンプルです。このタイミングで加えるのはコリアンダーパウダー小さじ3とレッドチリパウダー小さじ1と、いつもはデギーミルチを使いますが、日本でも手に入りやすいパプリカパウダーに今回は変更しています。パプリカパウダーも小さじ1で十分です。全体にスパイスが絡むようによく混ぜます。結構玉ねぎもしっかり焦がして大丈夫で、むしろその方が美味しく仕上がります。画面上今は玉ねぎが見えづらいので、よかったら少し巻き戻して見てみてくださいね。 3,4 分炒めたら、塩小さじ1とかすりメティ小さじ2をより香りを出すために手で揉んで加えます。全体をかき混ぜながら1分ほど炒めたら、マトンがひたひたになる程度の水を加えます。全体を混ぜたら圧力鍋の蓋をします。最初は強火でシュシュと音が鳴って圧力がかかったら、弱火にし6分間煮込みます。今回のブナマトンは骨からお肉が剥がれ落ちるほど柔らかくは煮込みません。
今日はハラールフードショップで売られている冷凍ナンを購入してきたので、手軽にこちらをフライパンでリベイクします。以前にも動画内でお話ししたことがありますが、インドのナンは日本のインドカレー屋さんのナンのようにもちもちと柔らかくないんですよね。このお店の冷凍ナンはザ・インドスタイルのナンで、日本のナンがソフト系と表現するとすれば、こちらはハード系といったところでしょうか。夫も好んでよく食べます。弱火と中火の間で両面焼くようにして温めるだけなので、常備していると時間がない時にとても助かる食材です。6分経ったので火を消します。圧力が完全に抜けるまで待ち、蓋を開けます。どうですか？お肉も骨から落ちず、骨付きお肉らしい仕上がりで、グレービーの色がなんとも美味しそうですね。ですが、まだ完成ではありません。最後にガラムマサラを小さじ1と、オイブラックペッパーを少々ひいて加えます。そしてもう一度火をつけ、蓋を開けたまま強火で一気にグレービーの水分を飛ばします。お好みでコリアンダーリーフも加えてくださいね。あともに3分煮込めばついに、ブナマトンの完成です。最後の美味しい瞬間は映像でご覧ください。ありがとうございました。